65歳児のですね、年金請求に関する相談とか誤解はですね、本当にとても多いんですね。で、65歳の時のはがき形式の請求書ですね、特別支給の老齢厚生年金の請求書を65歳前にきちんと出している方には、65歳到達前にですね、はがき形式の請求書が届きますけれども、その請求のはがき形式の請求書のところにですね、繰り下げに関してですね、請求の仕方が4パターンあるということです。で、この繰り下げするかしないかですね。で、老齢厚生年金を繰り下げるか、老齢基礎年金を繰り下げるか、両方繰り下げるか、ということなんですけどもね。あるいは繰り下げをしないで普通に両方とも65歳、から受け取る、両方繰り下げる。4パターンあるわけですけど、この繰り下げだけでもですね、誤解をされている経営者も多いんですけど、プラスアルファで在職支給停止が絡んでくると、さらにその関係を誤解している社長さんが多いです。中にはね、老齢基礎年金のみ、65歳から受給をして、で、老齢厚生年金は報酬と調整があると聞いたから、別に今もらわなくても困らないから繰り下げしてるんですというふうにおっしゃるケースもあるんですよね。で、これはほとんどの方が勘違いをされていて、老齢厚生年金の報酬比例部分が全額支給停止になっている部分を繰り下げてもですね、後からもらう場合に額が増えるということはありませんのでね、そこをお伝えをすると大変びっくりされますね。だからご注意いただきたいと思います。65歳以降の繰り下げと在職支給停止の関係を正しく理解している社長さんっていうのは、ほとんどいらっしゃらないと思いますね。そんな制度になってるのかと、支給停止を繰り下げても、増えないのかということを聞いたらですね、大変びっくりされるんですけども、そういうことをご存じない社長さんが大部分なんですけれども、あまり苦情っていうのは発生しないですよね。これなぜかというと、おそらく私の考えでは、70歳までですね、厚生年金に加入した場合に70歳児改定というものがあるんですけどね、それによって70歳到達月の翌月以降の厚生年金、老齢厚生年金の額が増えるんですけどね、その70歳児改定と、それからご自分が繰り下げされたことによる増額との効果をですね、混同されている方が多いんだろうなと思いますね。ご注意いただきたいと思います。